川崎さん。はい、こんにちは。日本の川、レザーと川のものづくりの魅力をご紹介する番組、ジャパンレザーボイス、今回3回目となります。皆様ご視聴いただきありがとうございます。本日は私ズームから参加させていただきます。もう時代最先端、私、はい、ナビゲーターを務めます川崎千恵と申します。この番組は川ならでは、日本ならではのものづくりを発信する一般社団法人日本比較産業連合会のサイト、タイム&エフォートの連動企画です。タイム&エフォートの2021年度の年間テーマ、川カバンハンドバッグ特集のインタビューや、日本の川職人を応援するメディア川の輪の連載、また普通の業界誌フットウェアプレスで取材執筆を担当しております。皆様ね、最近暑い日が続きますが、このひととき、涼しいお部屋でジャパンレザー情報を楽しんでください。そして番組を担当してくださるのは、サポートしてくださるのはこちら、はい、鈴木清之さんです。今日は、はい、ごめんね、ありがとう。いえいえ、あの新しいスタイルでお届けしております鈴木でございます。はい、アシスタント兼、番組構成の方を担当しております。よろしくお願いいたします。あの同じく一般社団法人日本比較産業連合会公式ブログをはじめ、タイム&エフォート SNS の中の人や、タイム&エフォートの特集記事の企画ライティングなどを担当しております。2021年度は川崎さんと一緒に、タイム&エフォート年間テーマ、川カバンハンドバッグ特集を担当いたしました。あのレザーに興味がある、レザーがお好きな方と同じ目線で、番組を盛り上げていきたいと思います。番組の、放送後期の公開、見逃し配信も行いますので、ぜひチェックしてください。はい、日本の川と川のものづくりの魅力を発信する場として、企画業界のビジネスパーソンや作り手、クリエイター、若い世代の職人、企画業界を目指している学生、さまざまな人たちの声を届けたい、そんな願いを込めたコンテンツとなっております。はい、この番組から発信した情報、あの内容がたくさんの皆様に届くよう、あの SNS をはじめさまざまなメディアツールでご紹介してまいります。この番組でお伝えできなかった最新の情報、イベントのお知らせなどは Facebook ページで平日毎日更新しております。 Twitter もやっております。ぜひいいね、してください、ご覧ください、いいねしていただきご覧ください。失礼いたしました。インターネットラジオでの放送とともに、Facebook ライブ配信はあの今回お休みさせていただきまして失礼いたしました。はい、川崎さんお願いします。あ、そうだ、あこちらでしたね、すいません、あの、コロナ対策について、あの万全に行っております。はい、番組応援の会、ぜひあのお願いします。あ、すいません。で、あとツイッター、あの番組の公式ツイッターもございますので、ご意見こちらまでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では最初のクォーターに早速参りましょう。はい、キーパーソンインタビューです。はい、では、今回は3回目となる比較業界の第一線で活躍するキーパーソンにご登場いただいて、今注目の話題をお聞きしてまいります。3回目のゲストは有限会社広川商店、松村美咲さんにお話を伺ってまいりました。VTR にまとめてございます。ズームインタビューをお聞きください。どうぞ。では、最初のコーナーに参りましょう。キーパーソンインタビューです。企画業界の第一線でご活躍のキーパーソンにご登場いただき、今注目の話題をお聞きしてまいります。今回第3回目のゲストは有限会社清川商店企画営業に携わられている松村美咲さんです。こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。松村さんは日本国内最大規模のレザープロダクトコンペティションジャパンレザーアワードで2年連続部門賞を受賞するなど、新進気鋭の女性バッグクリエイターとしてご活躍ですが、現在のお仕事や働き方について簡単にお聞かせいただけますでしょうか。
今会社で OEM っていう他のメーカーさんのバッグを作ることがメインなんですけれども、10年前からオリジナルでプライベートブランドっていう形でバッグを作ってまして、うんうんうん、そこで2年前から私が主体となってレディースのバッグを作り始めまして、そこの企画デザインをしております。うん、はい、はい、そうですよね。アズーニから、アズーニというプライベートブランドから、はい、ひよかわというまた全然違うテイストのブランドを立ち上げられた時は、本当に私たちも新しい風が吹いたというふうに感じたものでしたありがとうございます。子育てとね、今お子さんがいらっしゃって両立しながらお仕事されているということですけど、きっと大変なんじゃないかなと思う反面まあそれはそれできっとね、やりがいも感じられるんじゃないかと思うんですが、今そのお仕事と子育てとのバランスをどうやって取ってらっしゃるのか、ぜひ聞きたいなっていうところですね。理想としては半々といったところでやりたかったんですけれども、はい、まあ、こういった状況で保育園だったりとかが休園とか、うん、そういったイレギュラーもたくさん発生しますので、ちょっとまあ会社や家族には負担をかけながら、うん、今は7割方ちょっと子どもの方メインで仕事をしているので、うん、仕事内容的に言いますと、不動産たくさん作るっていう場面になると、はい、うん、チーム作業になるので、うん、まあ、そこにはちょっと参加しておらず、企画とか営業デザインとか単独行動で動けるところをメインに仕事をしてるっていう感じですね。なるほど、なるほど、はい、お子さんがいらっしゃる時のものづくりっていうのと、はい、職人として働いてた頃のものづくりと、アイデアのリソースみたいなものが全然変わってくるんじゃないかなっていうふうになんか想像するんですけど、子育てしながらこんなバッグがあったらいいなみたいな、そういうようなアイデアも湧いてくるもんですか？そうですね、最初に企画したあのソフィーっていうシリーズが、会社員時代に素敵な女性向けのビジネスバッグがないなっていうところからちょっとデザインとか始まったので、はい、その後に続くものとしてちょっとジータっていうシリーズで、もう少し普段使いできるような巾着バッグとか、そういったところは、まあ、使うシーンが変わったっていうと、自分の中の変化もあったんですけど、まあ、そういったような場面イメージっていうか、女性のイメージ像みたいなところ、まあ、いろんなパターンを、まあ、経験できてるので、まあ、そこはちょっと変化してきたところかなっていうところはあります。はい、ちょっと今おっしゃられていたバッグですけれども、この辺かな、すいません乗ってないところ言っちゃったあ、なるほどここら辺ですね、はい、あ、なるほどなるほど、あ、素敵です。はい、ちょっと普段使い用にっていうところでデザインしてます。あ、ちょっとこう口元がくしゃっと、はい、はい、巾着状になるんですね。はい、ああ、かわいい。あとはデザインもそうなんですけど、はい、まあ、ものづくりをする上でちょっと大事にしたいところとか、うんうん、まあ、後々後世に残していきたいところとか、うんうんうん、国産の材料を使うっていうところとか、うんうん、自分の子供に説明できるみたいな、腑に落ちてるみたいなところが私の中ではポイントになっていて、うんうん、まあ、そういったものづくりをしていたいなっていう思いを、うん、はい、いいですね、詰めて、はい、ちょっと一貫して説明できるみたいなのがちょっと今自分の中でポイントになっている感じです、はい、一貫して説明できる、かっこいいですね、いいですね。こう今子育てと両立させつつ家業に入る自分のお仕事をなんていうのかな、やっぱり家に入るって結構自分のお父親がやられてる仕事を継ぐってなんかいろいろなこう、まあ、その中にはまあ葛藤なんかもあったんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり家の仕事を継ごうと決めたきっかけとかプロセス、なんかそういうところのお気持ちを伺えたら嬉しいです。大きな転機みたいなのはなくて、ないんですね、逆に、はい、逆になんかとても自然に、あ、自然になんですね、
はい、昔から小さい物心、小さい時っていうか物心ついた時から、仕上げの中の、このバッグの中に詰める詰め物、はい、あんこっていうんですけど、はい、あんこを作ったり、あと品物が入る箱、化粧箱にシールを貼っていったりっていうお手伝いを昔から遊びの一環みたいな感じでやってたので、なんかその多分普通の家庭よりは仕事っていうものが身近にあったっていうところは大きいと思います。あとは、まあ仕事として継ぎたいっていうかなんかまあ自分の仕事としてっていう風な思いで考えたのは高校生あたりかなと思ってて、まあ先代の社長であるあの祖父が亡くなった時、まあ今思い返せばそこら辺あたりから、まあ具体的にこういった学校に行ってみたいだとか、こういった進路をっていうのは、まあそこを高校生あたりに具体的に、それまではぼんやりとみたいな感じだったんですが、自然にこういった道に進んだっていう感じですね。そうなんですね。はい。はい、なんか、それこそお父様から、いやー、ちょっと、美咲に継いでほしいんだよなみたいな、なんかそういうのはないですね。一度も言われたことない。一度も言われたことないですね。そっか、ちょっと存じ上げてるからこそなんか何かあったのかなと思ってしまいますが。いやいやいや、そうなんですね。今の時点でも言われてないので、なんかよく3代目とか言われるんですけど、全く決まってもいないですし、はい任せると言われたこともないので、あ、まあ、これからどうなるのかちょっとわからない感じで。そうですか。はい、評価商店さんの本社には私も何度もお伺いしてはいるんですけども、うん、場所が都営地下鉄線の本所吾妻橋駅というところからすぐの好立地で、はい、浅草からも結構徒歩で行けるところなんですけど、ちょうどこう東京スカイツリーの膝元ということで、はい、そのあたりの下町エリアすごく盛り上がってきたと思うんですが、ものづくりの拠点としてだけでなくて、スカイツリー関連で、まあ、墨田区界隈がこう活気づいたかなと思われる、あとその、まあ、ショップにお客様がいらっしゃったりとか、なんかそんな影響ってありました、ここ最近は。そうですね、まあ、人通りというか、はい、今まではこう浅草の隣の町みたいな位置づけだったんですけれども、うん、今地域的に言うとスカイツリーと浅草の間っていうことで、まあ、結構歩かれる、歩いて行かれる方が多いので、うん、まあ、そういったあの観光の方っていう意味で言うと、うん、すごく人通りが多く賑やかになりました、うん、はい、うんうんうん、あとはまあ、少しずつですけど、まあ、ここに爆屋があるよっていうことを認知していただいたりしてきたので、まあ、うんうん、ありがたいことに、まあ、ここのお店を調べて来てくださる方も増えたりなんかして、とてもありがたいですね。あ、本当ですよね。ホームページにもあのオンラインショップがありますし、はい、まさに美咲さんの、はい、後ろに広がっているショップの、はい、こちらが清香さんのショップですけれども、結構テレビ番組でもね、出没アドマチック天国なのであの出演されてた、あれ出てたなみたいな感じでそんな一瞬映っておりました。ちょっと問い合わせが殺到したと聞きましたが、その時にこちらのですね、オードリーのねバッグがこちらでよろしかったかしら。はい、こちらが好評だったと伺っていて、ジャパンレザーアワードのバッグ部門ベストプロダクト賞受賞作品としても注目されました。和とも言えるし洋とも言えるし、不思議なこう R を描く、私も長年この業界にいながらこういうバッグって結構珍しいなと思ったんですが、ちょっとデザインポイントなどを教えてもらってもよろしいですか。一番わかりやすいところで、はい、この口金っていうところなんですけど、はい、業界の方はよくご存知なんですけれども、うんうん、この口金っていうものを作る職人さんが今だいぶ減ってるので、そうですよね、まあ、あの数少ないですが、作れるうちにオリジナルのものを作っていただきたいっていう思いがありまして、まあ、結構早々に企画して、うん、職人さんに相談して作っていただいた感じになります。で、あの何が難しいって、こう磨く時の作業といいますか、はい、金属をつける前に
傷を表面に傷をつけるんですけど、はい、それがすごくこう回転する機械にこう当てていく作業になってまして、まあ、そこが危ないですよね。指とかが飛んでっちゃうような。わお危ない作業なんですけど、まあそういった作業をできる方が少ないっていうのもありまして、はい、まあこう、口金を作るといった作業の後 の、 そのメッキをかける職人さんも少なくなってるので、まあここまで綺麗な、まあ、実際にご覧いただくと分かっていただけると思うんですけれども、とても綺麗なサティーナ、ゴールドサティーナになっていて、これはアクセサリーの職人さんにお願いしてるんですね。まあ、それくらい、はい、金具一つとっても国内生産が厳しい時代になっているので、まあ、そこにもこだわって、口金自体オリジナルで作ったっていうことが一番わかりやすいポイントかなと思います。なるほど。加えてそのサイドの丸みというんでしょうか、そうですね、はい、絶妙なそうです、ね、カーブ、ここはすごいもう職人が、はい、職人って社内なんですけど先輩のサンプル制作をメインに一緒に制作してる職人がありまして、もう大先輩なんですけど、はい、その先輩職人がもう試行錯誤して私のイメージしてるところに持っていってもらってるっていう感じです。物としてこのデザイン的にステッチを入れれば入れるほどカジュアルになっていってしまうので、確かに、まあ、あの一枚革でこう立体的なパールを出すっていうのが非常に難しいんですけど、はい、私のその図面に書いているその 2D のところから立体、はいの 3D に起こすっていう作業が一番時間がかかる難しいポイントではあるんですけど、まあ、それを社内で相談しながらパーツごとにサンプルを作ってっていうところでこういった形ができているのかなっていうところがあります。はい、もう本当にこうオール清川商店みたいな感じでそうですね、あ、出来上がったアイテムなのかなという感じがしますよね。はい、結構表面のこのすごく奥深いツヤもすごく好きですね。はい、ありがとうございます。これはすごいなって思います。これはもう本当にタンナーさん様様なんですけど、これも手塗りでイメージしてる革っていうのを革屋さんにお伝えして、そこからタンナーさんと試行錯誤して、まあ、手塗りっていうところに行き着いたんですけど、なるほど、はい、一枚一枚革に染料を布で染み込ませていってもらって、わざとこのグラデーションを出してもらってるあります、はい、かっこいいですね。はい、あんまりあの女性のバッグでヌメ革って、まあ、結構男性向けのバッグとか、あとクラフト系のバッグとかに使われることが多いんですが、まあ、それをあえてレディースのバッグに合わせるっていったところで、ちょっとあの、まあ、私なりの意外性みたいなところも狙いつつデザインをしました。ありがとうございます。こちらはあの海外に、ね、展示会でも好評と伺ってるんですけど日本らしさを狙ったものを作ってるつもりはないんですけど、留学していた時代に、はい、イタリア人の先生にデザインを教えていただいたんですけど、まあその中で私のデザインは東洋らしいラインの使い方、その間の使い方みたいなところが、うん、そのヨーロッパの人にはないポイントだから、うん、まあ、そこを伸ばしていったらいいんじゃないっていうふうに言われたので、その私らしさみたいなのを大事にデザインしていると、まあ、結構和を感じるって言っていただけるので、まあ、あんまり意識して狙っていくよりはなんとなく感じていただけるぐらいの方が、うん、まあ、私らしいのかなと思って、はい、なるほど、先生からそういうオリエンタルなことをおっしゃっていただけるなんて、うん、それはなんか持ってらっしゃるんでしょうね、デザインセンスというか。そうですね、なんかもともと私だけではなくていろんなその東洋人の方が、東洋人というかその、まあ、日本らしさみたいなところ、まあ、結構わびさびじゃないですけど、まあ、その間の使い方が日本らしいって先生はおっしゃってて、なるほど、ヨーロッパの方だとその隙間が怖いので埋めたがる、だから結構装飾が過敏になるって言ってたんです。面白い、まあ、あの個人的な意見かもしれないんですけど、面白い面白い
だからなんかその空間の使い方とか、あんまりそのシンプルとか、その、うん、装飾がないみたいなところを怖がらずに、であればむしろその革の良さみたいな、素材の良さみたいなのを引き出せるようなデザインにしていきたいなっていう、はい、気持ちがベースに、はい、あります。はい。ありがとうございます。それこそ、日本製というものにね、こだわられてるっていうふうにお聞きしましたけども、日本のものづくりをね、こう、それこそ、口金職人さんとか、こう手で染めてくださるタンナーさんとか、こう日本のものづくりを守っていきたいって思いが込められてるんだなって思いましたけども、これからのビジョンみたいな思いがあれば、引き続きお聞きしたいんですけれども。あんまりちょっと難しいことはわからないですけれども、これから生きていく上で、エコ、SDGs って最近は言ってますけど、なんかそういったところも考えなきゃいけないとは思っていて、まあ、アニマルフリーとか、ビーガンレザーとか、そういったワードをファッション業界でも耳にするんですけれども、今、私が課題にしてるのはそこではなくて、お肉を食べると必然的に皮が出る。食肉がある限り皮は生産されるので、はい、まあ、それを廃棄するというよりかはまあ使っていきたい。で、国産のレザーってなってるんですけど、原皮から国産っていうのがなかなか数としては多くないっていうところで、いろんな理由があって国産の原皮をなめしてこういった比較にするっていうのが難しいとは思うんですけれども、はい、まあ、そういったところにちょっと焦点を当てて、国産レザー原皮から国産ですみたいなところ、やっぱりその牛とか豚とか、豚はできてるんですけど、牛のところでまだまだできてないところも多いで、課題も多いって川谷さんから伺ってるので、私一人の力でどうなるってわけじゃないんですが、理想を高く持つっていうところ で、 で、そういうものづくりを目指して、いけたらいいなっていうふうに思ってます。いいですね。原皮から全て日本製って言われるようでいて、意外と原皮が国産ってないですもんね。そうですね、北米の原皮が結構多いっていうか、はい、綺麗、理由としてはその国産牛が美味しいので、美味しいですよね、その理由がサシが入って脂身が多い、でその脂身が多いと比較製品になるとものとしてはブヨブヨして扱いづらかったり、虫食いがちょっとあったりみたいな、なんかその比較製品になるべくして育てられてる牛ではないので、どうしても綺麗な、俗に言う綺麗な皮にはなりにくいっていう風な話は伺ってて、そういった課題をどうクリアできるのかとか、そういうのも含めたデザインってどうしたらできるのかなとか、そういったところを少しずつ一気にどうにかなるものではないと思うんですけど、皮をアピールするときに副産物ですよっていう、本当に副産物としてアピールするためにはやっぱり国内の原皮をどうにか解決していくところも少し考えられるようになったらいいなって、いや、まさに、はい、魅力だから思ってます。いや、はい、きっと美咲さんの世代になって新しい技術だったりとか、いろいろな、なんかこう染料の進化だったりとか、なめし剤の進化なんかできっと新しい流れになってくるんじゃないかなっていうことも私もすごく期待したいなと思います。はい。それこそ今革のお話をいただいたんですが、バッグとお財布についてですね、今作られているバッグとかお財布とか、いろいろなこう新しい生活様式とか、なんか皆様方の行動や意識も変わってますけども、ご自身でそれこそ5年10年タームでどんなお財布バッグを作っていきたいなというふうにお考えですか？デジタルの進化とともに、そういった服飾雑貨も進化していかなくてはいけないと思うんですけれども、どんな世の中になったとしても、物を入れる道具としては残るんじゃないのかなと思ってるので、そういったもの、作りたいものを作りたいように作れるっていうのが、当たり前じゃないっていうところ。技術として、素材もそうですけど、製品として、メーカーとして作れる技術を残していくっていうところが大事だと思ってるので、
まあ、変化はしつつ大事なところを抑えて残していける、うん、そういったものづくりをしていきたいなとは思っています。ね、なんかそういうおじいさまの代からのアーカイブを紐解いたのが美咲さんだったっていうのもとても印象的だなと思っていて、そうやってまた美咲さんのお孫さんが美咲さんのアーカイブを紐解く日が来るんじゃないかなと思いますしそうやってやっぱり技術が継承されていくと素敵だなと思います。今後のね、目標があればバッグとかお財布とかなんかそういうことに関わらず、美咲さん自身の目標があれば。私自身がワクワクしてものづくりをしていきたいなっていう、うん、あ、大事ですところですね。今はこう、いいですね、そうですね、楽しくやっているので、うんはい、これからもデザインして形としてものができた時が一番ときめくというか、あそういう気持ちを大事にしてこれからもものを作っていきたいですね。はい、あんまりちょっと大きい夢がなくてあれなんですけど、とんでもないです、とんでもないです、とっても大事だと思います。ときめきが生まれた瞬間にその新しいバッグが生まれ出て、私たちも感動をいただけるっていうことなんじゃないかなと思うので、美咲さんのときめきをこれからも期待したいなと、うん、共感していただけたらありがたいです。いいですね。なんかこう、こういったね、世界情勢があったりとか、急にいろんな材料が高騰したりとかっていうような変化もありながら、ファッションビジネスっていうものがやっぱ変わっていくっていうことを余儀なくされているっていうことで、国内でこうものづくりを完結させるっていうことがとても大きな一歩につながってるんじゃないかなというふうにも感じます、うん。でこれから清川商店さんが今までのアツーニというブランドからまた清川というご自身の社名をね、こうバーンとこう冠したブランドが世に出ていくということで、もうワンフェーズ上がっていくなっていうのを私も近くで拝見しながら感じておりますので、なんか美咲さんのときめきに期待してこれからも、はい、あのものづくり頑張ってください。応援しております。はい、ありがとうございます。はい、では私からのご質問は以上です。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやいい取材でしたね、川崎さん。あ、よかった。いや本当に楽しかったんですよね。彼女が本当ほがらかな方で、いろんなこう引き出しがある方なんですよね。そして芯が強くて、これからどんなこうバッグをデザインしてくれるのか、私もとってもワクワクします、これから。で、YouTube の、ね、見逃し配信時には、今回時間が足りなくてこちらでご紹介しきれなかったラウラというシリーズもご紹介させていただきますので、はい、ぜひ、YouTube 見逃し配信の方も後ほどチェックをしていただけたいと思います。で、清川商店さんの、はい、こちらです。はい。はい、こちらが公式サイトになりますので、はい、QR コード。はい、ぜひ、はい、こちらをチェックしてください。お願いします。そしてですね、サイトの方が、ちょっとお待ちくださいね。こちらでしたね。はい、はい、はい。入れてますでしょうか。はい、はい、出ました。はい、はい、こちらが、清川商店さんの、はい、ホームページになっておりますので、はい、ものづくりのこだわりなどもね、こちらにたくさん書かれていますし、うんうん、すごくカジュアルなものも、はい、多く作られています。なんかそんなところもね、ぜひサイト訪問していただいて、はい、チェックいただければなと思います。はい、はい、では、キーパーソンインタビューはこちらで終了となります。では次のコーナーに参りましょう。ジャパンレザー旬ごよみ製品紹介のコーナーです。このコーナーでは毎回四季折々その時々に合わせた、おすすめのアイテムをご紹介していきます。今回のテーマは敬老の日に贈りたいとっておきのジャパンレザーアイテムです。日本のクリエイターたちが集結したジャパンクリエイターズコレクションズのショップ
からおすすめ商品をご紹介させていただきます。ジャパンクリエイターズコレクションズは日本製にこだわったクリエイター集団です。匠の技、古き良き伝統技術を今に受け継ぎ昇華させた日本製の秀逸な製品を手掛けている8社が合同で運営されています。企業の枠を超えて自社単独ではなかなか実現できなかった職人とお客様が触れ合える場を作り、各々のブランドの認知を高めたり日本独自の技法や商品へのこだわりをより多くの人に知ってもらうために設立されたそうです。では、公式ウェブサイトを見てみましょう。はい、見て、見えてますでしょうか。はい、見えました。はい、こちらが、ジャパンクリエーション、ジャパンクリエイターズコレクションズのサイトになりますね。こちらは実はオンラインショップのご案内になりますので、ご注意のほど。こんな感じですね、はい。商品のクオリティや独創性に徹底的にこだわって、ナンバーワンではなくオンリーワンを目指した各社の自信作を数多くラインナップしています。メンバーはこちらの8社。まず1つ目、バックアトリエ A ルック。四国香川の工房で日本人特有の細やかな感性を大切にテイストやコンセプトの異なる4つのブランドを展開。香川といえば手袋産地、やはり手袋のファクトリーが手掛けていらっしゃいますね。手袋で培われた繊細かつ緻密な技術が素晴らしいです。2つ目が革工房アバッティ。個性と機能性の両立、その難しいテーマに挑みつつ作りの丁寧さ、厳選した素材選び、それらのどの要素も妥協しない世界に通用する商品力が際立っています。3つ目、伝統的工芸雑貨コラボ。印伝を中心に藍染め、唐木細工など江戸の昔から代々引き継がれた伝統の技を現代にフィットする商品を展開しています。以前銀座で運営していたタイム&エフォートのショールームでも人気でした。4つ目が靴革雑貨クツネ。こちらもやはりファクトリーブランドです。見た目は革靴、履いたらスニーカー、あらいい靴ねと言われますようにとの思いからネーミングされたブランドです。リサイクルやリユースにも取り組んでいるそう。姉妹ブランドの革小物も人気です。ではこの後鈴木さんご紹介お願いします。はい、続きまして、武州小藍染吉春和田。ジャパンレザーアワードの歴代の部門賞を受賞した実力派クリエイター和田さんのプロジェクトです。武州壺藍染めを軸にしてその他の伝統工芸とのコラボレーションが人気を集めています。ファーレザーコモのユータワークス、比較産地として知られる埼玉県草加市を拠点とするブランドです。シンプル、カラフル、ユースフルをコンセプトに展開しています。国内の染色技術によって生み出される豊かな色彩と日常での使いやすさ、クオリティの高さも好評です。続きまして、武州小藍染エンディビングワークス。古くから、剣道着などでおなじみの藍染めと刺し子生地を使用したものづくりが特徴。生まれは日本、思いと価値をコンセプトに、日本の良き伝統文化の素晴らしさを再確認でき、現代社会のライフスタイルに調和するアイテムを紹介しています。続きまして、ヒックタウンクラフトマンクラブ。香川県の最先端に位置する、観音寺市豊浜で麦わら帽子の製造をする、島田製帽所さんがルーツです。農作業用の帽子からスタートし、麦わら帽子を縫う技術を進化させ、現在ではさまざまなアパレルの帽子製造を手掛けているそうです。レザーの、ね、帽子も見たいですね。川崎さんお願いします。はい、東京だけでなく日本各地のものづくり産地の作り手やファクトリーが参加しているので、なんだか旅をしているみたいで楽しいですよね。そうですね。はい、では、鈴木さんがですね、ジャパンクリエイターズコレクションズ浅草本店から
アイテムをお借りして、くださいましたのでご紹介お願いします。はい、こちらの方をお借りしてまいりました。あとこちらとね、こちらとあるんですけれども、1点ずつご紹介してまいります。お願いします。楽しみ、はい、こちらは、コラボさんの、万年筆です。はい、インデンが使われてまして、はい、和モダンで素敵ですね。なんか胸ポケットにね刺しても良さそうですよね。はい、還暦のねお祝いだと赤いちゃんちゃんことかだけど、例えばそれが赤だったとしたらね、あの今の60歳の皆さん若いからこういうアイテムもいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ジャケットのポケットなんかね刺しても、ね、そうですよね、かっこいいと思います。はい、で続きまして、ユータワークスさんのミニポーチは、小銭とか、はい、お薬の持ち運びに便利です。アクセサリー入れなんかにもねなりますのでね、ご旅行のお供なんかにもぴったりでございます。はい、お色の方が、他にもいっぱいあるんですけども、はい、すごいちっちゃくて可愛いんですよ、うんうんうん、柔らかい革なんでねすごく便利だと思います。ね、おしゃれが好きな女性に、大人の女性に送ってあげたいですよね。はい、はい、続きまして、吉春和田の、ミニバッグです。お、バッグだ、はい、はい、藍染めっていうとねもうちょっとなんかこう和テイストのイメージなんですけども、普通に使えるあのおしゃれなハンドバッグですね。デザインも素敵です。素敵素敵、はい、あ、すいません、わたわたしておりますけれども、はい、すいませんね、ちょっと一人でお任せしちゃってね。藍染めはね、やっぱりあの去年の大河でもあの話題になりましたけども、武州の藍染めで ね、はい、ね、いいですね。やっぱり日本人はね、すごいあの美しい色です。はい、本当です。青は人気のカラーですから ね、人気のカラーですよね。人気な男だ、なんか男性とかもね、そうそう、なんかもうちょっとねデザインが違ってると男性の方もお使いいただけるかな。はい、はい、はい、結構ゴルフに使う方とか、ね、ああいいかもしれないですね。うん、はい、で続きまして、あの先ほどのクツネの、姉妹ブランドヨテックです。はい、はい、こちらが、ミニウォレット、スマートウォレットですね。はい、かわいい、本当だ、小さい、はい、小さくてコインケースがこんな感じ、はい、マチが片側なんでね開きやすいですね。はい、はい、はい、こんな感じで仕切りがねあって、カード入れもあって、そんなにねなんかこう光がギラギラしてないゴールドなんで、うん、すごいいいですね。そういう光沢感ってすごく使いやすいですよね。ね、で、こちらあのカードケースなんですけど、うん、ここの部分を引っ張るとガッと出てくるっていうね。あ、はい、本当だ、便利。はい、ポイントカードの、ね、整理なんかに便利だと思います。あ、最高ですね。はい、で先ほどの帽子なんですけれども、出ました、はい、楽しみにしてました。はい、こちら、同じく、ヒックタウンクラフトマンクラブさんの、はい、新作だそうです。あの、はい、革、はい、も見たいって言ったら作ってくれました、ありがとうございます。すごい、すごい、ありがとうございます、ね、もうこのねすごい技術がね、なんかよくあのなんていうんですか、お届けできないのが残念なんですけれども、めちゃめちゃ軽いですもん、ね、はい、麦わらのようにあの細く切って、あのレザーを薄く、うん、あの加工して縫い合わせています。もう本当はあの、うん、手袋の産地のね、あの香川ならではの革の、はい、革すきとかの技術がねすごいと思います。本当に素晴らしい、めちゃめちゃ軽いんですよ、しかも、ね、あのオールシーズン使えるのも麦わらと違っていいですよね、ユニセックスでかぶれそうですね。いや本当そうだと思います。ちょっと残念ながらちょっとちっちゃめの作りなんで、この大きい頭に入んなくて、まあ、かぶれないんですけど、ね、あなたは入らなかった、はい、残念、かぶってほしかったわ。はい、はい、で川崎さんまとめお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、こちらが、ちょっとお待ちくださいね。はい、こちらが、公式サイト、はい、ジャパンクリエイターズコレクションズ公式サイト、こちらの QR コードになります。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、詳しくはジャパンクリエイターズコレクション公式ウェブサイト及び公式 SNS アカウントをご覧ください。はい、インスタやってらっしゃるんでね、見てください。はい、Jエリア TV 見逃し配信時には概要欄にリンクをつけていますので、ぜひチェックしてみてください。はい。
はい、はい、以上で製品紹介のコーナーは終了です。次に、最後のコーナーに参りましょう。ジャパンレザー最新トピック紹介です。ジャパンレザーに関するさまざまなトピックを厳選してご紹介。今回は毎年恒例の人気イベントレザーワールド2022のお知らせです。このレザーワールドは革が持つ色合い、はい、種類、大きさ、質感を体験し、革の魅力を多面的に触れることを目的として2016年からスタートしました。今年はレザー美術館をテーマに2つの場所から皆様へ革の素晴らしさを伝えてまいります。今年でね7年目ですかね。はい、そうなんです。早いです ね、おなじみですよね。なんかあのジャパンあのレザー関連イベントの中でもファッション性デザイン性の高さが際立っていて、トータルの世界観やクオリティの高さが好評です。あのレザーファンの、ね、皆さんはもちろんですけれども、感度の高いファッション好きのユーザーの皆様からもご支持いただいています。リピーターの方も多く毎年楽しみにしてくださってますよ。はい、ではですね、はいはい、写真を共有させていただきましょうかね。はい、はい、会場風景はこんな感じです。はい、今年度の開催は2回です。まず合同展示会ニューエナジーにブース出展いたします。こちらの写真は別の展示会ではありますが、昨年度と同じ場所でレザーワールドが行われた際に撮影されました。今年は9月8日木曜から11日日曜日10時から18時、東京西新宿住友新宿住友ビル三角広場にて行われます。はい、ニューエナジーは繊細で美しく豊かな創造性を持つクリエイターと、それを享受する人々が集う合同展示会プラスマーケットイベントにレザーワールドが出現します。ブランドの新作にいち早く触れることができる機会となります。はい、昨年あの取材にお邪魔しました。はい、あの都庁駅直結でアクセスがすごく便利で、あの吹き抜けが、ね、開放感があってとても素敵な場所です。あのファッション業界の、ね、あと関係者の皆様はあの展示会でご覧いただきまして、ユーザーの皆様は、土日のマーケットイベントにご参加いただけます。はい、はい、そしてこんな方々がですね、はい、共有お願いします。はい、参加ブランドこんな感じです。はい、ご覧ください。結構注目ブランドが並んでますよね。はい、はい、あの先ほどインタビューにご登場いただきました、はい、あの松村美咲さんが手掛ける清川もね、あのご参加予定ですね。楽しみですね。はい、楽しみです。はい、そしてですね、2回目はですね、渋谷スクランブルスクエア3階と7階2フロアで9月23日から25日に開催されます。祝日土日なのでここは3連休になるのかな。ちょうどいいお休みの時にいいんじゃないかなと思います、ね、7階ではジャパンレザーガイドと連動したブランド展示やさまざまな種類の比較を展示、クイズに正解すると、残角残りの革と書きますけども、製品作りに活用できなかった革をサスティナブルに利活用して製作したレザーペンケースがもらえるコーナーや、レザーのケアを体験していただけるコーナーを展開予定です。はい、 ではですね、こんな感じですね。はい、写真を共有しますね。はい、お願いします。はい、あれ、写真参加ブランドと詳細、参加ブランドでした。はい、はい、失礼いたしました。はい、お願いします。はい、申し訳ございません。何でもないです。はい、参加ブランドはこちらです。はい、出ますでしょうか。テンパっており大変申し訳ございません。ご機嫌斜めですね。はい、はい、はい、こちらですかね。
製品展示のコーナーでは、昨年、はい、取材に行ってきたんですけれども、ブランドの解説をするポップに QR コードが設置されてまして、各ブランドの、ね、EC サイトや公式ウェブサイトにすぐアクセスできるようになっておりました。はい、川崎さん、ウェブサイト の表示の方お願いします。はい、こちらですかね。はい、はい、はい、どうでしょう。よいしょ、よいしょ、はい、あらちょっとウェブサイトがどうして出てこないのかな。はい、はい、ちょっと読み上げさせていただきますと、はい、通常のショップと違い、非対面非接触スタイルで展示しています。ご自分のペースでね、自由にゆったりジャパンレザーの魅力に触れていただけます。ショールーム体験を楽しみながら、気に入ればその場で、ね、EC サイトで購入できるのもすごく嬉しいですよね。はい、お願いします。はい、川崎さん、はい、はい、ちょっとすいませんね、なんかテンパっておりましてですね。はい、3階で、開催予定のワークショップは、人気クリエイターや、さまざまなアイテムを来場者と一緒に制作します。出ました、はい、はい、あ、じゃあ、ね、土に帰るからお願いします、川崎さん。はい、土に帰るサステナブルレザーや土に帰るサステナブルレザーや農林業への被害軽減のため、獣害駆除の過程で生じたレザーをワークショップで使用予定です。なお、ワークショップは当日予約制です。クイズコーナーでのプレゼントは予定数に達した終了となります。またイベント内容は一部変更の可能性がございますので、ご注意ください。はい、昨年も同じ会場で開催されまして、昨年度の開催レポート文は、開催分のレポート文はタイムアンドエフォーと公式ウェブサイトで公開しております。写真もね、なんかいろいろ撮ってきましたのでね、ぜひご覧ください。はい、ポップアップイベントとはいえ、会場は本格的なショップ仕様となってまして、ここでしか味わえないショールミング体験っていうんですかね、はい、レザーのものづくりの体験もいっぱいです。もうテーマパークのようでね、レザーのテーマパークのような雰囲気ですね、川崎さん。はい、本当です。はい、はい、そして私は、次の共有が、はい、タイムアンドエフォート公式ウェブサイトですね。はい、はい、はい、こちらをぜひ、ご覧ください。はい、あれ、ちょっと待ちくださいよ。はい、はい、こちらの、はい、公式サイトをぜひチェックしていただければと思います。はい、お願いします。Jリア TV、はい、見逃し配信時には概要欄にリンクをつけておりますので、はい、ぜひご覧ください。はい、写真撮影も可能ですので、ぜひお出かけください。はい、はい、はい、お時間どんな感じですかね。大丈夫ですか、ね、そろそろなんで、川崎さんエンディングお願いします。わかりました。はい、はい、そろそろお別れの時間となりました。はい、初の、ズームさんが MC バタバタで大変申し訳ございません。今回もあっという間でしたね。若いクリエイターとクリエイターたちのものづくりをお届けいたしました。清川商店さん、ジャパンクリエイターズクリエーションさん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に、ね、本当にありがとうございます。はい、はい、はい、ホームページですかね、ホームページをはい、チェックする、にはどうしたらいいのかな。浅草周辺の、ね、ショップは本当にお出かけにぴったりなんで、状況が落ち着いたら秋の、ね、下町散歩コースに加えていただきたいですね。はい、京川さんも、ね、すごくね、ある川を挟んで向かい側、はい、そうなんです、はい、そうなんです。で、ジャパンクリエイターズコレクションズさんは二天門の近くです。おお、さすが得意ですからね、 あの辺大好きですもんね。はい、秋岡さん出ました。さっきのオードリーですね。はい、さっきのオードリーのページです。はい、はい、では、ね、はい、レザーワードの方のね、受賞作品ですね。そうなんです、そうなんです。はい、はい、で、Jリア TV ですね。はい、はい、Jリア TV はこちらです。はい、よいしょ、はい、はい、こちらがジェリア TV になります。はい、あと一人なんですよね。で、400人切り番なので、誰かチャンネル登録してくんないかなと思っています。お願いします。はい、これだけ、はい、
はい、溜まってまいりました。はい、川崎さん、そろそろまとめお願いします。わかりました。はい、ジャパンレザーボイスはリアルタイム放送後、YouTube 鳥越あずうり FM 公式チャンネル、一般社団法人日本非核産業連合会公式チャンネル、Jリア TV から見逃し配信し、アーカイブ動画を自由にご視聴いただけます。配信開始日は SNS 等でお知らせいたします。ぜひ Twitter、Facebook アカウントをフォローしていただき、チェックしてください。これまでのアーカイブも配信中ですので、ぜひご視聴ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は9月21日です。皆様、体にくれぐれも気をつけてお過ごしください。また来月お目にかかりましょう。ありがとうございました。鈴木さん、どうもありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。